SFC バイアセイバー RTA グッドエンド3時間33分14秒、星2。このゲームがゲームとして大変優れている点は対抗馬がマザー2とかどう考えても負けを約束された商品。ダンジョンマップが一つしかない、状態異常が存在しない、敵に全体攻撃魔法が存在しない、味方で火力が最も効率的に出る魔法が隠せるモンスターと呼ばれる誰でもお手軽に召喚できる召喚魔法みたいなやつである。内容がないような、宇宙が膨張しているとかそんな感じのストーリーである部分。何よりも、つまらない、という部分に一切のひねりがない。例えば有名なクソゲーであるメジャーなどは、首が後ろ向いたり、操作性が劣悪、打つ、投げるしかほぼできない、などキラリと光るクソなポイントがありますが、このゲームにはそういったキラリと光る要素、いわゆる振動が一切ありません。どのようなタイプの人族でもこのゲームをボブも遊んだり見たりしたらそこの浅さに 99%、つまらないという印象を持つ非常によくできたゲームです。というガバガバしようというかネットが普及した昨今にこのゲームを出したら速攻ワゴン行きの凄まじいゲームシステム。オプーナもびっくりなので。シナリオは宇宙が膨張してるとか云々によりどんどん人類が滅亡していくから、助けて、コンパチヒーローという仮面ライダー、ガンダム、ウルトラマンの版権を持っているバンダイだからこそ作れるゲーム。このゲームがクソなだけで、ザ・グレートバトルとか面白い作品は意外とある。ゲームシステムは正しいイベントをクリアすると人類の減少がマイルドになるというそんな感じで、使用上正しいルートを進んでもシナリオクリア時に1億人とか人類がガメをベラする。ゲームがこの人類の数を数字としてしか扱わないし、プレイヤーも人類の総人口イコール総 H ポイントって認識で扱うから1億 H ポイントが減ってもまだ70億 H ポイントがあるから平気って感じなのぜ。まあ人類が半分減っても余裕だよ。むしろ今より住みやすくなると思うよ。この漫画はホモ要素を入れたり倍速をかけたりしても情報量が少なく、両つべの介護官でしか動画を見れないので2倍速が使えない、回線が細いという部分以外は RTA としてよくできている。